大塚金融担当副大臣と与党3党は中小零細企業の金融機関からの借金返済を最長で3年猶予することなどで基本合意しました合意した案では中小零細企業が銀行などから受けた融資の元本と利子について最長で3年間返済を猶予します また、企業の経営が悪化し、金融機関が返済猶予に応じにくい場合は事実上政府が信用保証する方針です。個人の住宅ローンについても返済条件の変更を盛り込みます。一方中小の金融機関にも配慮するため、返済猶予期間中の貸し出しは不良債権としないことで大筋合意しました。大塚副大臣は今日合意案を加盟大臣に報告する予定です。